皆さんこんにちは2019年合格目標、えー、ノートミ式実践力完成コースの特徴をお話しさせていただきたいと思います、えー、担当歴史専任講師免理士のノートミです、えー、この度ですね、えー、中上級の、えー、講座として、えー、担当向けのコースと論文向けのコースですね、えー、私の方で両方を担当させていただくことになりましたで、まあそのメリットなんかをですね今日ちょっと話したいと思います であの従来はですね担当は担当の講師論文は論文の講師という形で、まあ、分けて、えー、レックの方ではですね考えてきたんですけどもやはりその両方をです、ね、あの一緒に担当させていただくっていうことでまあ、その教え方にそごがないっていうこともあのもちろんメリットの一つとしてあるかと思うんですがやはりあの担当受験者にとってはですねあのその先にやっぱり論文試験も受けるわけですよね。やっぱ皆さんの合格目標という というのは担当試験の合格目標ではなくて、えー、最終的にはもちろん口実を含めた、えー、最終合格というところが目標になるのでそうしますとやはりあの第一次試験である担当試験の勉強を進めながらいかにして論文の勉強も、えー、並行していくかっていうことがですねやっぱりネックになってくるんですね。 でそういったところをあの手厚くフォローしたいという、えー、私の願いもありまして、えー、今回ですね、えー、初めてなんですけども、えー、担当の方も論文の方も、えー、一緒にあの進めましょうという形で、えー、コースを組ませていただきました。 で今日はですねそういったあのコースの中身ですね、えー、どういった特徴を持ったコースなのかっていうことを皆さんに、えー、存分に、えー、知っていただこうと思いまして、えー、配布物の、まあ、ちょっとこう見本みたいなものもですね含めながら紹介させていただきたいと思っています。 ではまずあのこのコースのですね最大の特徴はまあ先ほど申し上げたところなんですけどもえ担当も論文も一緒に合格したいという方のためのですねえーコースだと思ってくださいえそのためにその担当のカリキュラムと論文のカリキュラムの中身をえまあ,あの皆さんがですね違うテーマを同じ時期に勉強しなくても良いようにですねえある程度こう並行した形でえ組んでいます えっと具体的にはですねこのちょっとコースのこのパンフレットのですねコースのところをちょっと見ていただきたいんですけども、えっと、従来通りまずまあ担当試験がねあの最初にあ,のありますので担当試験終わって、えー、まあ約そうですね1ヶ月くらいですかね、えー、ところで担当実践力完成講座が開講します。でまあ全29回なんですね。 で、えー、とその後、まあ、あの論文試験の方が後にありますから論文が終わってからまあ約1か月後ぐらいのところで今度は論文実践力完成講講座が開講すると、まあ、この講座のですねそのスタート時期とかそのコマ数のところはそんなに大きくあの変わらないと思うんですね。だけども えー、この中身のところがですねやっぱりその並行してい、えー、こうというところを強く意識したところになりますで。それがこのポイント1というところに書いてるんですが、えーとですね、ちょっと中身のページのところをですね、えー、とお見せしたいと思っていますが、まあ、通常であればですね1条からずっとこう並んでいてで、まあ、最後204条まで特許であればですねあの、まあ、畜生的にこう 条文番号順に並んでいるんですけども。 まあ実際ですねあの、条文っていうのはやっぱり理解して解く,た解く系統の問題で出る条文とで、まあ、その条文のまんま、まあ、覚えてた通り例えば罰則だったりとか雑則ですよね早速雑速罰則、則罰ですね。こういったようなものはもう覚えたまんまの通りで出るような形になるので、まあ、覚えたら終わりだし逆に覚えておかないと、まあ、点数にはならないんですけども、まあ、あんまりこう私の方から逐次細かく説明すると することがあのね。すごく必要かというと、そうでもないものありますよね。で、特に中上級者ですから、1年目のその担当、基礎力、完成、講座等々でですね。そういったところはある程度まあやってるわけですよ。 でまあそういったところをじゃあ改めてまたフラットにですねどの条文もフラットに同じようにやるべきなのかというとやっぱりそこは無駄は省きたいということがありましてやっぱりその、えー、一つの大門が作られるテーマひもづく条文を、えー、まとめて攻略していくということを中上級では必要じゃないかなと考えています。つまり 例えばですね、ここにまああの29条って載ってるんですけど、まあ、29条というのはまあ新規制とか進歩制とか、まあ、あと産業上利用可能性ですね特許要件というのはまあ29条だけで出されるかというとあの多くの場合はプラスですねやっぱり30条がくっついてきたりですとか、うんあのまあ、これ短大でももちろんありますけどもやっぱり。 例えばじゃああこれがあのそうですねパリ優先絡んでたりとか41条絡んでたらどうなるのかとかやっぱりその一つの条文から大文5問が作られるわけではなくて複数の条文組み合わせたそのあの どこかの条文とコラボした形でやっぱり問題は作られるわけなんですね。でそうするとじゃあ29条勉強しましたで次「まあ、肉の2」を勉強しますで30条勉強しますっていう形で、まあ、ずっとこう築城的に勉強していくことによってやっぱりその点数にならないやったつもりなんだけどもなかなか点数にならない。で今度41条に行った時にでまた今度41条のところで、まあ、特許権の判断基準値を先で見る ね、っていうところが出てきた時にあ29条はそうなんだなってそこで思ったとしてもですよ実際、まあ、事例で出た時にやっぱりそのコラボであの理解をしてみないと、うん、なかなかその点数に結びつくような勉強はできないですしで,でしたらやっぱり29条のところでも あらあの41条も一通りまり、あ、1年目でやってるわけなのでやっぱりそこは一緒に勉強した方がいいでしょう。だから29条だけではなくて、まあ、他の特許権なんかもそうなんですけども一つの大門が作られる関連する条文ですよね。それを全部こう紐付けて まあ、要は条文が点だとすればそれをこう紐づけることによって面で理解していくと面で攻略していくということを中上級ではやった方がですねあのまあ実際点数になるあの勉強法なんじゃないかなというふうに従来から私は考えてまして、まあ、ただね1年目の方だとやっぱりあの先の条文は未知の世界なので。 あのどううしてもややっぱり畜生的にやらないといけないいいととけ思うんですよですからそこはやっぱり担当基礎力完成講座1年目の講座とで2年目のその担当実践力完成講座との違いだというふうに考えていただければいいかなと思います。で一通りやった皆さんだからこそですねそこから、えー、よりその実際理解が足りなかった部分は何なのかというとやっぱりその条文の詰めの部分ももちろんそうだし。 あの要件の,そのインプットが甘かったということもあるかもしれないし理解がちょっと足りてなかったということもあるかもしれないんですけどもまあそういったとこも含めてやっぱ他の条文とコラボすることでその総合的にですねその条文があのよりよく理解できるということもあるのでそういったちょっとこう複合的なですねあの攻略の仕方っていうものをあの特徴としているのがまず一つですねこの「担当実践力完成講座」になります。 でえー、とこの「担当実践力完成講座は」はなのでこの進め方としてですね、えー、まあ普通に開講としては例年とあんまり変わらないんですけどもあの1条から始まるのではなくて大体まあ29条ですね特許要件とかまあそういうところをやってでやっていきますでちょうど特許要件とか中間処理のところが終わるくらいのところで「論文実践力完成講座の」の、まあ、要はその一番最初によくね あの出てくる一番オーソドックスなロムの問題として想定される拒絶理は何かとか出願類事項とかそういう形で出てきますよね。で あ質問留意事項って何ですかって聞かれたらそれは拒絶理由に該当しないことですよねで拒絶理由があるんだったらその解消策があるかってことまで考えるのが質問留意事項じゃないですかですからそこはやっぱり担当の勉強として知識をきちんと備えないと論文解けませんから担当でやっぱりその特許要件とか中間処理のところをやったタイミングで論文のその論文実践力完成講座でじゃあ論文的に今度処理をするのはあのどういう形の攻め方をするのか答案構成はどういう風にやっていく のかとかとととですねそういいったことを勉強していくとだから担当やったその範囲のタイミングで論文をこうあの何て言うんですかねこう並行してうまくつなげていけるっていうことですよね。こうまあらせ階段こう螺旋状にこう進めていくような感じかなそういうような形であの進めていけるのがあの一つ大きな特徴かと思っています。 であの配布物の特徴なんですけども一つは、えー、こういった形でですすねあのスケジュールを配布しますでこれはあの私のクラス、えー、1年目の講座からですね受けられている方にはおなじみのものなんですが。 えー、まあ皆さんがですね、まあ、1年目の講座なんかでねだいたい受けられるって300時間ぐらいなんですよねでも最終合格までに必要な時間というのは1500から2000はやっぱり最低でもかかるわけですよ。で要はですね何が言いたいかというと皆さんがやっぱり合格していくためには家での勉強方法っていうのも誤ってはいけないわけなんですね。 やっぱりそこは正しい勉強法で努力をしていただきたいということが私に,にとってとつあの一番あ,のあ,のあるところで,でそれを実現したのがこの学習スケジュール表で、えっと、毎日のの、まあ、宿題をでですすね1週間分こう表にしたようなものですで特徴はですね、まあ、あの日曜日中上級なので日曜日の講座なので月曜日から土曜日までですねをあの対象としています。で1日 今回は、まあ、土曜日初めの方なので開校して間もない日付なので、えー、と調整日を土曜日でたっぷりとってあるんですけども、まあ、内容的にもちょっと濃いのでね大事なところなので調整日をたっぷりとってあるんですけど通常はだいたい金曜日くらいに調整日にして土曜日はやっぱり何か何かしらちょっと指示を入れようかなというふうに考えています。 でまあ、ちょっとこのいろいろとですねこう書いてるのはパンフレット載ってるので見といてもらったらいいかなと思うんですけどあの私のスケジュールの特徴はねそういうちょっと物理的なところだけではなくてあの例えばこの中間処理で41条が出てくるタイミングでパリ優先も一緒にやった方が違いとか同じところとかがよくわかるよってことで平行で指示を入れたりとか、うん、あとその 何をするのかっていう過去問の年度の指示までしてあったりとかそういったところがですね特徴的なところなんですでまあ、今回みたいにこういう紐づく条文をですね一気に復習することでやっぱり実際にその名前の通り実践力のある知識になってくれると思っているので、まあ、そういったところもちょっと心がけてあのスケジュールを組んでいます。で ここまでは、まあ、短期素受講生に配布する1年目の方向けのスケジュールと同じなんですけども、えー、最大の特徴はやっぱり論文ですよねんでこれの開講して間もない頃なのでまだ実践力完成講座が開講してないところなんです。ですので、えー、と本紙がまあ7月の頭にありますからそこのところであの、まあ、公表された問題のですね当、まあ、案構成とか。 うん、で最後にまあ2日間で全部書きをするって指示をしてるんですけどやっぱりあの受けられた方も受けられてない方もその本試験っていうものは早めに見るやっぱり敵を知るっていうところがすごく大事なんですね。ですので、まあ、最初のところでこういうちょっと答案構成ですすね一つつずつ入れてていってますで開講したらもちろんそのテキストの,あのページなんかも指定して復習指示をしていきますので、えーまあ、ちょっとここは内容がね変わってくるかなと思うんですけどもこういった形で担当向けの部分と論文向けの部分の 両方のスケジュールを出せるということがですねこのコースの最大の特徴なんじゃないかなと考えていますでえっと2つ目の特徴なんですけども、えー、担当向けということのちょっと特徴になるんですが、えー、下散歩を強化しています、うん、で、これはですねここの あのパンフレットにもですねちょっと載せてあるんですけどもこちらの方ですよねやはりその今怖いのがやっぱ足切り制度が入って足切られるっていうことが結構怖いですよねで私の受講生でも40点を優に超えてるのにあの下三歩条約のところで足切られてあの不合格になってしまったって受講生を何人も見ていますですのでやはりその2年目以降にその 1>, 1年目の方と同じようなそのカリキュラムでですねあの進めるべきかっていうところがやっぱり私はあの一番疑問でしてやっぱり4法の部分は論文でもやるわけですよ論論文文受受けけらられれるるからあののやっぱり講講座も受講されるわけで,すよ、ね、ですから論文の方でもやっぱり担当の知識として備える部分ってかなりあるので。 あの4本はですねそんなにあの1年目ほどは2年目はいらないんじゃないかなって考えていてで割合をですねだから大幅に変えました。 ですから下三法をあの2年目の部分では強化して、まあ、ぜひここをねあのもう足切りっていうのはもちろんそうなんだけど条約なんかはもう得意科目にしてもらってもいいんじゃないかなというふうに思っているんです。論文でもやっぱり条約絡んできますのであの、まあ、捨てれないどころかやっぱりあの得になっていかないとなかなかこれからの論文も攻略していけないっていう事情もありますので下三法ですねあの強化してます。特に ちょっとと見ていただくとね条約の会が7回にしているんですねあの1年目のコースの短期祖だと5回ですからやっぱ2回分増やしているとでそうすることで、まあ、その今までだと結構ね架け足になってしまってたその PCT のところとかですね PCT の中でもやっぱりあのアドバンス乗ってない規則だったりとか今まで出てない規則から出ることもあるんですよね。だけど私の方でやっぱりあのゴールデンウィークのねあのところで道場なんかを実施してますけどそこでよくあの私過去もの分析をするんですが分析したところ出るるる傾向って読めるところがあるんですよ今まで出てないからこの規則出ないではなくて。 出てないけども、その周辺のその規則の出方なんかを見てると、次は絶対ここ出るんじゃないのかっていう規則なんかもやっぱり読めるんですよね。で、そういったところもやっぱり2年目だからこそですね、あの得点源にしていけるところはしていきたい、強化していきたいところなので、あの条約がま増えてな方は特にあのお勧めなコースなんじゃないかなというふうに思っています。まあだからといってね、あの4ポをロス感にしているわけではなくて、4ポは4ポで。 これもまあうちのクラスだとおなじみのところなんですが1年目でこれは配布しているものと同じ内容になりますが N プロジェクトシートというものをあの配布します。4本に関してはでこれは条文がこう築上的に並んでいてでまあ例えば4条だと主体と挙長長官はですよねでどんな場合にっていうことでこれまあ何の期間を延長するかっていう対象となる期間が4つ書かれてある。と。 で,することができるのかしなければならないのかというそのまあ強制なのか裁量なのかと、まあ、チェック事項をここに書いてあって、まあ、そのまあ具体的な、ね、そのところですねそれをまあ丸で示してという、まあ、ダブルで書いてあるわけなんですけどもでこれどういうところをその条文で重視して読まなきゃいけないのかっていうことの、まあ、要は支持シートみたいなものなんですでこれをですね是非使って4法は攻略していきたい。やっぱあるる程度わかってるんだけど ね、点数にならないっていうところがやっぱり中上級者の,あの悩みどころでもあると思うんですけどそれはやっぱりですねちょっとこうふわっとした知識が多くてまだこうかくないんですね知識としてね。でそれやっぱり固めていいいきたいというのがこののがこ N プロシートの狙いでもありますで1年目の方にもこれ使っていただいてるんですけどこれはレベルにかかわらずあの必要になるので2年目の講座でもあの配布していきたいと思っています。 で特徴の3点目ですね、えー、これはあの論文の方の方特徴になりますで、まあ、りょあの去年もですねこう同じような名前の、えー、講座をやっていたわけなんですけど、えー、去年までとこれ大きくちょっと違うところがですね、えー、演習をですねちょっとかなり強化しています。 うん、あの実際に過去、えーまあ、過去といってもだいぶ前なんですけども、えー、使っていた、えートーレ,ンですね、レックのそのトーレンの問題なんかを、まあ、リバイバル化して、えー、演習という形でですね知識定着編の方に、えー、入れてありますので皆さんが実際にですね、まああのー、早いこの段階というのはなかなかアウトプットの機会がないじゃないですか。うん、あの実践トーレンっていうのは、まあ 年明けですよねで集中トレンって年内ですけど10月あたりなのでもうちょっと早い時期にやっぱ書いてみたい実際に本試験レベルの問題であのどれぐらい書けるかっていうことをこう試していきたいというやっぱりあの論文っていうのはアウトプットすごく大事なのでそれを早い段階でですねこう組み込んでいけるというところをあの今年強化していきました。 なのであの例年と違う実践力完成講座をですね、えー、体感していただけるんじゃないかなと思ってこれもあの自信を持っておすすめあのしている特徴になります。 でまあ、まだまだですねこう話し足りないところがいっぱいあって、えー、と私のオフィシャルサイトでもこうちょっと小出しにしていろんなこうちょっと特徴をね5分ぐらいの,あのショート動画で、えー、紹介していこうというふうに思ってますのでもっともっと知りたいもっともっと教えてっていう方は、まあ、ぜひ私の,あのオフィシャルサイトの動画も、ね、見ていただければと思うんですけども、まあ、ざっといったところで今ですねこのコースは3つの特徴をあの持っていますのでぜひあのそれにマッチする方はですね 受けけてていいいただければなという,ふうに思っていますで受講生の方はですね、まあ、あの中上級の講座っていうのはやっぱりその受,受験経験がある方ですから、まあ、何らかのねやっぱりこうベースを持ちつつ、うん、だけどもやっぱうまくいかなかったっていうところで、えー、私としてはやっぱりその、ね、何かこう苦手なところとか、まあ、そういうところにこう的確な処方箋をねやっぱり出してあげたいなというふうに思っています。ですから 初級の講座以上にです、ね、あの受講生の声だったりとか、まあ、受講生の状態だったりとかそういったところを事細かに、えー、研究しながら、えー、検討しながらですね、えー、まあ講座を進めていっていますのであの皆さんにとってもかゆ、ねまあ、いところに手が届く、まあ、そういったのコースであ,のあるかと思います。 えまあ長いねお付き合いになるかと思うんですけども担当と論文とね一緒にお付き合いすることになるので一日の中でも2個もですねえずっとお付き合いしていくことになるんですがえ私の方も自己生の方とえ一緒にですね頑張っていこうと思っていますのでえぜひえご受講いただければと思います。でではあの皆さんですねえ1年間頑張っていきましょうでは以上です。